上田城と同行を守りきったことで龍馬軍の注意は小田原城からそれつつあった。しかし未だ包囲は厚く救援に向かうことは難しい。そこで司馬将らは樹春の地に軍を進めた。龍馬軍の拠点を叩き、さらに注意を引きつける作戦である。樹春城の間近まで迫った時、彼らは激しい戦いの気配に気づく。そこにはひときわ目を引く謎の妖魔と、あれは誰かが妖魔と戦っているようですね。どうやら苦戦している様子。救援せねばなりますまい。今は一人でも多くの仲間が欲しい。急ぎ助太刀に参ろう。戦うため磨いてきた血がある。強いな。何者だあれは。さて、妖魔の類と見えるが、ただの妖魔とも見えない。何にせよ判断するには材料が足りない。奴の力量、今少し見極めるとするか。俺が倒す。龍馬と戦う一団、猛者揃いと見える。敵も去る者のようだ。急ぎ救援に向かわん。天道寺よ、とっとと太鼓坊を仕留めろ。拾ってやった恩を忘れるなよ。この者の力を見極めたいところだが、いささか手が足りぬか。三人がかりでも抑え込めないと。ここで口当てろ。俺が押されてる。マジありえねえ。ここを
行くとしよう。のあいつ喧嘩の途中で逃げやがった。もしや彦浦はかぐやに導かれた者たちか。俺たちは四天童子なる鬼を追っている。加勢してくれないか。封を開けろ。はずれを押し潰せ。ほら立ち上がれ。何も考えずに突撃とは、こういうのしだが正真正銘のうつけだな。正則を見ていると弁慶を思い出す。あいつは今どこにいるのか。今こそ敵大将を撃つ好機。さあ我が軍の続きだ。ずいぶんあっさりと門を開く。こりゃ何かな。お、手伝ってくれんのか。悪いな。まあ俺らだけでも余裕だったけどな。以上だ。分かっているのだ。諸葛丹殿の説明は。いや、けどな、諸葛丹が俺の言うことを聞くかどうか。まだ面倒くさいが抜けていないのね。私が城外での援護を引き受けよう。安心して進むがいい。実力者の輝きなのですね。分かった。今だ。飛んで火にいる夏の虫よ。今だ、四天童子。太鼓棒をひねり潰せ。承知した。しまった、罠だったか。うわ、罠かよ。俺としたことが閉じちまったぜ。かような切削、読めぬはずがない。策があっさり。あとは任せた。やらなきゃダメなんだ。やらなきゃダメなんだ。おっ、やっ、やらなきゃダメなんだ。
口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。俺の番だな。俺が出るよ。立場にふさわしいご活躍です。主天道寺か、あの妖力、存在か、あるいはあの者こそが我らの希望となるか。ふぅ、なんと太鼓坊殿、あなたがかぐや殿がおっしゃっていた戦火いかにも。おお、では妖者討滅の方法を。いや、残念ながら見つかっていない。貴公らはかぐやに導かれし者たちか。これよりは私も行動を共にさせてもらおう。俺たちは太公坊に拾われた身だ。同じく世話になる。さあ、大船に乗った気でいろよ。男福島、この軍の喧嘩奉行を務めんぜ。うまくいってよかったよ。
うまくいったよ。無事、ジュシュンを落とせましたね。これで敵も私たちを無視できないはず。あとは馬長殿が長篠を取れば。うむ、作戦は順調に進んでいるようだ。しかしあの酒呑童子なるもの気になるな。太公望殿は何かを感じておられたようだが。あと少しで酒呑童子。この間は策がうまくいってよかったよ。今まで血を磨いてきたのは無駄じゃなかった。小田原城を救援する作戦は順調に進んだ。しかし包囲する妖魔軍は未だ多く、現状での救援は不可能である。馬長らはさらに妖魔軍の注意を引きつけるべく小田原城に接近、長篠の地まで軍を進めた。ここで彼らが目にしたのは、妖術によりクグスト化した者たちと追い詰められた人間の一団だった。そしてご中心、この先でお猿同士が争っております。大きいお猿には伊達の鉄砲隊に武田の騎馬隊、顔色の悪いおじさんと美人に美少年までついている様子。小さいお猿は危機的状況です。わかるような、わからない。でも武田の騎馬隊か。君は雪村殿と戦うことになるね。お仕事っすから。戦うため磨いてきた血がある。武田騎馬隊に加え伊達の鉄砲隊か。医療の戦いよりも手強い相手だ。敵が手強いなら味方を増やせばいい。若、まずは豊臣軍と合流しようよ。操られた連中なんちゅう強さじゃ。とても人間とは思えんわ。攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。いい戦ぶりだ。こりゃまずい流れじゃな。なんとか立て直したいが。これぐらいにしたいと。敵将討ち取った。清盛様の敵が倒す、すべて倒す。操られているのか。どうしてそんなにかっこいいんだか。清盛様のために死ぬ気で。ここで口当てろ。おっとやべ、戻れ戻れ。
討ち取った。おっと、そこは通行止めだぜ。どっから来たお前ら。って、まあいいか、歓迎してやるよ。骨ごと噛み砕いてくれよ。連中を助けたい。手貸してくれんか。どうも悟空が術を強化しとるようでな。操られとる奴らが人間離れして強い。じゃね、まずは悟空を倒したい。手伝ってもらえると助かる。雪村様はまだ術で操られている。なんとかして助けないと。悟空のやつを何とかせにゃ術は解けんか。いい戦ぶりだ。本当に片付けない。助けてくれるか。執着至極に存ずる。それで敵も慌てましょう。お、俺と遊びたいのか。いいぜ、ほらよ。楽しんでってくれよ。うん、見事や。やるじゃねえのよ。今日のところは退散してやるぜ。よし、悟空は追っ払ったな。これで術が解けりゃええが。Come on.
殿の指示により呪春から参った。いざ共に戦わん。おお、すでに呪春の奪還はなったか。我らも力戦せねばな。私は一体私はここで何を操られていた間は体調がとてもよく、とはいえこんな体験は二度とごめん被りたい。冷める戦ぶり見事。今じゃ鉄砲隊打ちかけ。ここは忍びの出番でしょ。切られるのもなし。そんな覚悟はいらないよ。ここは俺にお任せってね。雪村様、君だって術が解けたんだ。雪村殿もきっと助けられる。なんとかなる。いや、してみせるよ。私は一体何を。雪村様、よかった。雪村様が戻らなかったら私。すまぬ、そなたには本当に心配をかけたようだな。妖術に操られるとは未熟でした。このご恩は槍働きにてお返しいたします。救援ありがとうございます。その首いただいた。やらなきゃダメなんだ。
世界を包んでおる。近く奴はより大きくなって帰ってこよう。わしは清盛と共にオロチを待つ。くっ、何見ておれ。なんと妖術に操られていたとは。己の未熟を恥じるばかりです。私も心の健康まで損なってしまうとは。踏んだり蹴ったり。今こうして術より解放いただきました。これよりは皆様と共に参ります。蓮氏殿の術は解けていない。だが救えるはずだ。ならわしらも一緒に行くか。みんなで集まりゃいい方法が見つかるじゃろう。さすさすと流しのを取ったようだな。これでようやく小田原城を救援できよう。しかし城主北条氏康殿は幼者出現時に行方不明。わしらが行くまで持ってくれるかどうか。郊外殿、心配は無用だ。あの城は熊姫という猛将が守っているのだ。ほほう、猛将の姫君とはうちの姫様のようじゃな。蓮氏様とおっしゃいましたか。あの方の妖術は解けませんでしたね。一体どうすればよかったのでしょうか。蓮氏殿は姫様の護衛だ。姫様なら何かをご存知か。姫、蓮氏さ、一体蓮氏と呪春長篠での勝利により小田原城の包囲にほころびが生じた。豪を煮やした平の清盛が包囲軍を割いてそれぞれの地に差し向けたのである。今こそ好機。竹中半兵衛はすかさず進軍の指示を出した。小田原城を解放すれば過去は大きく変わる。新たな道が開ける。絶望に閉ざされた未来に光が差し始めていた。芝生さんと馬長さんが頑張ってくれたみたいだね。敵の注意がそれて小田原城の包囲はだいぶ薄くなってる。とはいえ包囲は続いている。小田原城の危機的状況は変わりない。そこを何とかするのがわしらの役目よ。ここからの力仕事は任せてもらおうか。包囲には始末が参加している。噂には聞いていたが本当に妖魔に協力しているとはな。この戦い橘が出るぞ。あの戦槍に真意を正す。
戦うため磨いてきた血がある。包囲はまだ熱いけど矢は開けられる。まずはお城のお姫様たちと合流しよう。その後は城を守りつつ清盛を倒せばいいかな。馬長さんと芝生さんの頑張りに応えよう。じゃあ皆さんよろしく。お方様の留守を預かってるんだから、小田原城は絶対守ってみせる。まだ諦めないなんてけなげね。そういう人見るといじめたくなっちゃう。あんなところに敵？いけない、助けに行かなきゃ。こっちはそろそろ限界かな。まだまだ、天下無双の剣をなめるなよ。見事だ、強化しよう。立派立派。骨ごと噛み砕いてくれよ。カイ、来てくれたの？当たり前でしょ、私たち友達なんだから。小田原城もみんなも私が守ってみせる。はい、お待ちしてました。やば、あたし、やっちゃった。エタリオはできない。貴様はここで潰される。終わる。これで良ければ相手になる。ちょっと厳しいかな。ねえカイ、あんた休養期でしょ。諦めちゃダメよ、絶対。まずいかな。残念だけど武蔵さんとはお別れね。援軍は、援軍はまだかよ。はい、注目、お城は私がもらっちゃいました。小田原城は親方様のもの、あんたなんかに渡せるか。
戦ぶり手本といたします。あなたすごいよね。ここまでかよ。西の守りを崩したでは、とどめを刺すとしよう。おっ、そりゃあここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。うい、骨ごと噛み砕いてくれ。これぐらいにしといてやる。敵将討ち取った。仕方ないな、遊んであげる。ガッキさんとさ、清盛の仲間なの？そんなわけないじゃない。こんな風に人間がもがく姿を見たいから近くにいるだけよ。じゃあ見逃してあげてもいいよ。面白い冗談よ。それなりに楽しめたし、帰ろっと。兵士を取り戻した。あとは清盛をぶっ飛ばす。敵将撃ち取った。戦場はいよいよ地獄の予想よ。鬼の居場所にふさわしかろう。いいだろう、出るぞ。敵将討ち取った。俺の番だな。
れが出るよ。この小田原城はカイ殿の愛しき風景、やすやすと龍馬の手には渡せぬ。カイには本当に感謝してるの。だから逃げてきた私たちを助けてくれたから。だから今度は私が助ける番。あなたすごいよね。負けておれん。我が軍も続くぞ。清盛につき大勝ちしたのはいい。手札が強すぎ退屈しておったところよ。お主との戦楽しませてもらう。王者がいる限りお主らに勝ち目はない。戦も博打も不利な方がお主らに。おお、こいつは恐れ入った。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。メス。ありおる。敵将討ち取った。当てろ。せいぜいあがくがいい。派手に行こうか。手加減はできない。敵将討ち取った。三国無双って何とのことか。貴殿らの登場は予定されておらん。無双に退場願おう。横槍を許すと我が輩としたことが退職を見誤ったか。はあ、これで一安心ね、親方様。もういつ帰ってきても大丈夫なんですよ。ふう、なんとかなったな。援軍に来てくれてありがとう。そのわしは信じよう。そのような手札が人にある。妖者との戦は面白い博打になる。私も信じたいな。武蔵さんを助けられるかもしれないし、百聞は一見にしかずって言うし。かぐやさん、お願い。眩しい。かぐや。
人間とは不思議なものだろう。脆いように見えて存外強い。決して希望を失わず何度でも立ち上がる。私は確信している。かの幼者は必ず人界の強者によって滅ぼされるだろうと。小田原城を救い戦力は増した。だがかの幼者を討たぬ限り未来はない。そこでこれより貴公らには幼者討滅の方策を探る手助けをしてもらう。芝生将軍らは私と共に主天童子なる存在を追ってもらいたい。おそらくかの主天童子こそが幼者討滅の方法を解き明かす鍵となる。安米将軍らにはダッキを追跡してもらう。ダッキはこの世界の成り立ちから立ち会ってきたものだ。奴を捕らえれば有力な情報を得られよう。そして馬長将軍、貴公らには平の清盛を追ってもらいたい。かの者は邪法によって多くの人間を操っている。我らの行動が妨害されぬよう、そして邪法を砕き味方を増やすよう期待する。では少々よろしく頼む。主天童子とダッキ、おそらくこの二人が幼者の鍵を握っている。人の子の未来のためにかの者らが必要だ。何としても確保してほしい。小田原城に援軍が届かぬ理由。そう、あの時あんたは敵だった。だからなんか知ってるんじゃない？うん、心当たりはある。小田原城に向かう途上、東高の城が龍馬の大軍に襲われておった。あそこにおったのがその援軍だ。まあひとたまりもなかっただろう。木を渡るとは、なんとも奇妙な体験であった。例えるべきものが見つからぬ。姫様、長篠殿。
蓮子殿と戦いました。蓮子と？よかった、無事だったのね。でもやっぱり妖術で。はい、ですが術は不完全でした。やっぱりあの時逃げるべきじゃなかったのね。妖者に追われて孫悟から逃げてきた時、蓮子は私をかばって妖魔に捕まったの。そして妖術で操られて、私蓮子を傷つけたくなくて逃げてしまった。でもそれじゃダメだったのね。あの時にしっかり向き合っていれば。姫様、やり直しましょう。奪旗の関係により宮本武蔵は小田原城に果てた。代わりに命を長らえた海姫と孫昌公はどうにかして武蔵を救おうと情報を求めた。そもそもあの時小田原城には道光から援軍が向かっていたはずである。それが武蔵のもとに届いていれば結果は違ったはずだ。海姫は島津義弘から情報を得る。当時道光は妖魔の大軍に囲まれ援軍を出す余裕すらなかったのだという。ならば島津義弘の過去に戻り道光を救えばいい。援軍さえ届けば天下無双の剣が奪旗の関係に屈することはない。海姫と孫昌公は勇んで出撃した。うん、わしの記憶通り道光の城に妖魔が群がった。援軍なんて出してる場合じゃないって感じね。でもここで妖魔を蹴散らせば小田原城の武蔵さんに援軍が届く。よっしゃ行くわよ、証拠。戦うため磨いてきた血がある。妖魔どもに阻まれてあの者が向かうはずの援軍である。奴らが小田原城に未来は変わる。武蔵の命もつながろう。武蔵さんは絶対に助けてみせる。敵に囲まれて大変みたい。急いで行きましょう。切っても切ってもキリがない。このままでは小田原城に向かえん。かたじけない。突然敵の襲撃を受け困り果てていたのだ。よくやってくれた。メッセ。南でも友軍が襲われているようだ。私が案内するゆえ協力いただけぬか。
リオール。敵将討ち取った。やっちまえ。骨ごと噛み砕いてくれる。砕いてくれよ。感謝いたす。すごい活躍。これぐらいにしといて。先は進めぬか。別の船着き場へ向かおう。噛み砕いてくれよ。ここで潰され、終わる。これでよければ相手になる。
ここで口当てろ。骨ごと噛み砕いてくれ。よくやってくれた。貴様らの動きなどお見通しよ。罠で道を塞いでから待ち伏せ。いやらしい戦い方ね。こっちは急いでるの。どいてもらうわ。吸妖鬼と熊姫の力侮らないことね。そうよ、あんたなんて。ってちょっと待った。馬姫って何よ翔子、あんたまで。敵将、討ち取った。バランス均衡活躍。この船を使って南岸へ渡るのだ。ダキちゃんのとこには行かせへん。あかんやん。もう向こう岸まで渡ってもってるやん。少々敵の数が多い。奴らが来る前に片付けるとするか。みんな乗った？ほな、行くで。救援に向かうはずが逆に助けられるとは、まこと面目ない。敵はいてこましたぜ。うちと戦ってな。俺でよければ相手になる。あかん、うち完全に怒った。どないなっても後悔しなや。行くで。まずは満足。これで小田原城の武蔵は助かろう。なんとかなったな。援軍は一度体勢を立て直してから小田原城に向かうよ。なに、妖魔の妨害さえなくば到着が遅きに失することもあるまい。これで
未来が変わるのね。それじゃあ戻りましょう。もう一度小田原城を守るのよ。うまくいった。まずは満足。嘘、やったじゃない。やるじゃない。長篠での戦いは蘭にとって悔やむべきものです。もし傀儡の術にかかっていなければもっとお役に立てたでしょうから。味方ヶ原であの時私の体力があと少し残っていれば。ありゃ無理じゃったろ。追いまくられて皆くたびれとったからの。じゃがもしあと一踏ん張りできとったら何か違っとったかもしれんの。あ、報告します。上田城の守りが崩されました。何者かが侵入した模様。城を警備していた部隊とも連絡が取れません。おかしい。四条殿の救援で城は取り戻した。なのに私も何か異様な気配を感じています。軸、俺たちが紡いできた道に誰かが無理やり介入してきたってこと？はい、おそらくは。そんな。でも上田城は守りの要、取り戻さなくては。時空をねじ曲げる力の持ち主も気になるね。何があったか俺たちの目で確かめよう。なあ、俺だって